それではただいまから野田内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。私も今日予算委員会の合間のお昼に復興庁の看板掛けをさせていただきました。高田松原の松を使ったそれを素材とした看板でずっしり重たいものでございました。被災地の期待に応えるような応えなければいけないといった責任の重さを感じた次第でありますけれども、その復興庁の役割、復興庁に対する思いを次に申し上げたいと思います。復興庁はまさにこれは復興の司令塔になる組織でございますけれども、その大きな役割は私2つあるだろうと思います。第一は被災地自治体の要望にワンストップで迅速に対応するということであります。こちらにこういうパネルがありますけれども、被災3県に復興局を置くと、でそれぞれの県に2か所ずつ沿岸部でありますけれども支局を置く、さらには青森とそして茨城に事務所を置くと、まあ、こういう体制でワンストップで迅速な対応というその使命を果たしていきたいというふうに考えております。第2にはですね、役所の縦割り、その壁を乗り越えるということでございます。私がトップとなり、各省庁より格上の立場という位置づけでございます。迅速果断に調整をすることが何よりも大事でございますけれども、特に総合実施権限、調整権限、実施権限については強力な権限を伏せられています。予算の一括計上、あるいは箇所付け配分までできるということでございますので、この役所の壁を総合調整と実施を通じてですね、ぜひやりに行っていきたいというふうに思います。でこのワンストップできちっと迅速に対応することと、そして役所の壁を乗り越えていく、縦割りの弊害をなくしていくという、そういう使命、その器に魂が入るのは、今回集った約250人の職員の志だというふうに思います。各省からまんべんなくですね、こういう実務に慣れた関連制度に習熟をした人選をさせていただきました。現場主義に徹底して、そして先例主義にとらわれずに、とにもかくにも被災地の皆さんの心を心として粉骨砕身、その使命を果たしていただきたいと考えております。なお昨日の段階で復興特区の第1号を発表させていただきました。第1号認定を発表させていただきました。さらに3次補正と今ご審議いただいている来年度の予算において復興交付金約2兆3000億が計上されております。この2兆3000億についてはすでに78市町村から約5000億円規模の一時申請がございました。速やかに配分を決めまして、復興事業を一気に加速をしていきたいと考えております。続いて今後の復旧復興の今後の課題でありますけれども、まあ、これまで復旧復興については私ども全力で取り組んでまいりましたけれども、まだ行き届いてない部分がある、遅いというご指摘もありました。そういうご批判は真摯に受け止めていきたいと思いますが、その上で特にこちらもあのパネルに書いてございますが、主要な課題は5つあるというふうに思っております。第1は住宅再建高台移転、そして2つ目ががれきの広域処理、3つ目が雇用の確保、4つ目が被災地の孤立防止と心のケア、5つ目が原発事故避難者の帰還支援ということでございます。特にがれきの広域処理についてお話をさせていただきたいというふうに思います。住宅周辺から撤去されたがれきについては、今、港や空き地を利用して、まあ、いわゆる仮置き場に集められている状況でございますが、これから進めるべきは、被災地におけるこの処理能力というのは限界があります。がれきの処理処分でありますけれども、岩手県では通常の11年分、宮城県では19年分ということがございますので、被災地のところで自己完結はできません。その意味からは、まさに安全ながれきを全国で分かち合って処理するという広域処理が不可欠でございます。まあ、現在、東京都、山形県、秋田県、静岡県、島田市をはじめ、積極的にご協力をいただいているところもございますけれども、
幅広く、今日も閣僚間でも話題になりましたが、全閣僚がもっと幅広く広域処理に向けての各自治体への協力への呼びかけをしていこうということになりましたので、今日は改めてそうしたご報告もさせていただきたいというふうに思います。安全情報の丁寧な発信に努めながら、協力をしていただける自治体というものをもっと増やしていきたいと考えております。なお、福島の関連で申し上げますと、福島の再生なくして、日本再生なし、何度も口にしてまいりましたけれども、それを具体化していく一歩であります、福島再生特別措置法案を、今日閣議決定をいたしました。早期成立を目指していきたいと思います。私からは以上でございます。